廃止後のホームバス専用道路開通後の旧、石岡南大駅、石岡南大駅付近空中写真より、ニュータウン造成はまだなされておらず、石岡南大駅も作られていない石岡南大駅は、かつて、茨城県石岡市南大2丁目1番103に、あった鹿島鉄道鹿島鉄道線の駅である。2007年4月1日、鹿島鉄道線の廃線に伴い廃止された後、 関鉄グリーンバスか私鉄バスの石岡南台駅、停留所として2010年に再開設された。住宅都市整備公団による南台ニュータウンの開発に合わせて開設された。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、無人駅だった。線路はほぼ東西に走り、出口は南側にあった。北側の線路が直線となる一線スルーの構造で、北側の線路に、鉾田方面、 南側の線路に石岡方面の列車が発着していた。また、ホームの長さは45メートルであり、鹿島鉄道の駅では最もホームの長さが短かった。南側のホームに面して開放的な待合所が設置されており、この脇から北側のホームへの古線橋が出ていた。古線橋は螺旋階段で待合所の上部に至り、そこから線路を渡っていた。その他、 南側のホームの螺旋階段の下と北側のホームの東田中方にそれぞれ一棟ずつ小さな待合所が設置されていた鹿島鉄道で最も新しい駅であった2009年7月頃には石岡駅から隣駅の東田中駅へ至る中途まで線路は同床を残して大部分が撤去されており当駅構内も同様にレールや枕木は残っていないまた 駅名標、時刻表、自動販売機等の設備は撤去され、古戦橋は封鎖されているが、駅舎や南台二丁目自治会が、創立10周年記念で送った時計はそのまま残されている。2010年8月30日、貸し鉄バス専用道開通に伴い、同一にバス停留所が開業した。駅南方には南台ニュータウンが広がる。隣の東田中駅付近が、 何代の投壇にあたる。ありがとうございます。